皆さんこんにちは。ハトコの海で有名な女優でおなじみの池波志乃さん。池波志乃が夫の死後9日後に明かした遺言の内容、略奪婚の真相について紹介します。まずは池波志乃さんの経歴とプロフィールから紹介します。池波志乃は俳優です。1955年3月12日生まれ、東京都出身です。血液型は A 型です。古館プロジェクト所属です。劇団俳優小劇場の養成所に入団しました。1973年ドラマ女ネズミ小僧でデビューしました。 NHK 連続テレビ小説ハトコの海、映画沖田総司、映画悪魔が栗て笛を吹く、ドラマアウン、映画君が輝く時、映画一杯のかけそば、ドラマ夫婦全財、 NHK 大河ドラマ伊達天、東京オリンピック話、ドラマ鬼平犯科帳シリーズなどに出演しています。78年3月俳優の中尾明と結婚しました。父親は落語家の金源亭馬生です。日頃より温かいご支援ご厚情をいただき、心より御礼申し上げます。弊社所属、中尾明が去る2024年5月16日心不全のため81歳で永眠しました。5月22日俳優の中尾明さんが亡くなっていたことが所属事務所の公式サイトで発表されました。中尾さんの妻である池波志乃もコメントを寄せており、そこで池波は今年に入って足腰が悪く体力も落ちて、医師の訪問を受けながら本人の意思により自宅でゆっくり休んでおりましたと述べ、中尾さんはリハビリの合間に仕事をしていたものの、15日に容体が急変し、16日の夜中に自宅で私と2人の時にとても穏やかに本当に眠るように息を引き取りましたと明かしました。武蔵野美術大学在学中に日活ニューフェイスに合格し、俳優の道を歩むこととなった中尾さん、映画やドラマだけでなくバラエティ番組でも活躍し、マフラーをひねって首に巻いたネジネジ姿は老若男女問わず広く親しまれていました。事務所によると葬儀告別式は近親者のみで執り行われ、お別れの会も予定していないという。この理由について池波は、就活以来の中尾の遺言でこのような形を取りましたと明かしています。就活は中尾夫妻にとって一つのキーワードです。芸能界きってのおしどり夫婦として知られる2人は元気なうちから就活に取り組むことに。18年に就活について綴った共著「就活夫婦」を上司しているほどで、昨年6月にも「ぽかぽか」に夫婦で出演し、人生のしまい方について語っていました。もともと2人の就活は妻である池波がきっかけだったという。17年5月中尾夫妻は本誌のインタビューに応じ、その際中尾さんは「15年頃そろそろ2人のお墓のこと考えない」と言い始めたのは志乃でした。私は長男ですが、千葉の実家は弟がすでに継いでいますから、死んだら行くところはなかったと述べていました。二人はお墓のことだけでなく、どちらか片方が残された時のことも考えるようになったといい、当時中尾さんは家事が一人でできるように習得している最中だと明かしていました。また中尾さんは、つくづく私たち夫婦は子供がいなかったから二人なりの違った世界というものがあったなと、子供がいなかったからこそ就活に対して積極的になったと話していました。パートナーに向き合いながら別れの準備をしてきた中尾夫妻、20年3月には池波が一人で本誌のインタビューに応じ、就活の具体的な内容について語りました。池波によると、二人で相談し400本あった中尾さんのネジネジを200本を処分。しかし中尾さんはその後意外な行動をとったという。そしたらスペースができたので、中尾さんがまたニコニコして買ってきて笑い、でも捨てることが目的ではないからいいんです。就活は楽しみをなくさないが鉄則ですから、就活を通して多くのものを手放したことで大切なものが際立ったようです。池波は、最近は月に一度旅行に行っています。片付けを始めると、いろいろな思い出が蘇ってくるんです。
この土産物を買った旅館にもう一度行きたいなと、今はプライベートの予定を入れて、それからお仕事を入れているんですよと、就活のおかげで身軽になったと明かしていました。念入りに準備してから旅立った中尾さん、悔いなく天国での生活を送れそうです。落語家の金言亭与之助が22日に自身のアメブロを更新しました。身内だけで密葬した俳優中尾彬さんの葬儀に参列したことを報告しました。この日、与之助は16日に心不全のため亡くなった。中尾さんの訃報に言及し、身内だけで密葬いたしましたと報告。個人の意思で静かにお別れしたいということでダビに付されましたと明かし、師匠の娘池波志乃の旦那さんでありましたから弟子たちも参列させていただきましたと、中尾さんの妻で女優池波志乃が落語家の10代目金言亭馬生の娘であることに触れ、葬儀に参列したことを写真とともに綴りました。続けて、中尾彬さんと志の姉さんの事務所でお世話になってたくさんの仕事と人脈をいただきましたと述べ、本当にありがとうございましたと感謝のコメント。私を含め兄さんたちもすっかり祭を取りましたと参列者らとの集合ショットを公開し、ブログを締めくくりました。俳優の中尾彬さんと女優の池波志乃夫婦は1978年3月14日に結婚しています。きっかけは1977年10月13日から1978年5月11日にかけて放送されたテレビ番組だるま大女事件著の共演でした。二人は交際3ヶ月というスピード婚だったわけですが、当時は池波志乃の略奪愛ともてはやされたそうです。それでも二人は離婚せず、現在もおしどり夫婦として知られています。さらに中尾彬さんと池波志乃はすでに就活準備に取り組んでいるとか、そもそも就活の原因となったのは中尾彬さんが2007年に患った病気、急性肺炎と横門筋友会症。この病気をきっかけに夫婦は就活を始めていたということです。中尾彬さんと池波志乃夫婦には子供がいないため、誰にも迷惑をかけずにいなくなるのを理想としています。そんな中尾彬さんと池波志乃の慣れ始めはテレビ番組だるま大女事件著での共演でした。さらにもっと深掘りしていくと、一緒のロケがきっかけとなったようです。当時の状況はというと、中尾彬さんがロケバスの中で入手困難だった腰の完売手の話を池波志乃に持ちかけたのだとか。当時の池波志乃は22歳、若かったものの酒が好きで毎晩飲んでいたといいます。ただ一回り年上の中尾彬さんが偉そうに言うので、私毎晩飲んでますと返してやったのだそうです。ちなみに池波志乃の家系は、父が10代目金言亭馬生、祖父が5代目古今亭新生、叔父が3代目古今亭新朝と落語家一家。そんなこともあってか、池波志乃には芸者の知り合いがたくさんいたそうです。なので当時入手困難だった腰の完売は知り合いの店に置いてあったので、いつでも飲めたのだとか。その話を中尾彬さんにすると、じゃ今度その店へ一緒に飲みに行こうということになって、翌日に待ち合わせ、仲良くなったのは一緒に飲みに行ったことがきっかけだったということです。そしてその2ヶ月後、2人は結婚。ところが池波志乃の略奪愛と世間からもてはやされたのです。というのも、当時の中尾彬さんは日活ニューフェイスの出身で、女性にモテモテ。しかも中尾彬さんにとって池波志乃とは2度目の結婚です。ただ元嫁の萱島成美とは1975年に離婚しているため、不倫略奪婚にはなりません。なので池波志乃の略奪愛が離婚原因というのはデマということになります。そんなこともあった池波志乃は、毎晩完売を飲んでいたから、完売がなかったら私たちは結婚していなかったと当時を振り返っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。